旅人パイモン、どうやら物語は思いついたらしいね。そうだぞ。お前はもう少し時間が必要か。いや、僕もすでに思いついている。先着順でオイラが先に言うぞ。いいよ、構わない。じゃあ始めるぞ。昔々あるところに邪悪な学者がいて、山の上でトリックフラワーを改造していました。それらのトリックフラワーは痛みを抱えながら人間の姿になり、参道の脇で通行人を待ち構えていました。誰かに尋ねられるとそれらは相手にこう質問をします。私は誰？あなたは誰？もし答えを間違えれば、わーという声とともに食べられてしまうのです。うん、怖いね。なんだよ、全然怖がってないじゃないか。オイラのダメ出しするなよ。不満なら自分で考えればいいだろ。つまり加害者であるトリックフラワーが被害者に完全に取って代わるということだね。じゃあトリックフラワーが城内に入るのか。一般人の姿で家に帰ってそいつの家族を全員食べちゃう。オイラが始めた話なのに自分でも怖いって思えてきたぞ。悪くない物語だ。記録してもいいかい？今度誰かと雑談するとき使えるかもしれない。脅かすために使うのか。ああ。意地悪なやつだな。僕の物語は君のよりも少し長いものだ。話はとある錬金術師から始まる。偉大なる錬金術師はホムンクルス1号を創造した。1号は彼女の誇りとともに一般人に完璧に紛れ込んだ。自分たちのそばにいる友人が人造人間だとは誰も思わなかっただろう。しかし1号は知らなかった。彼が生まれるまで錬金術師が幾度も実験を繰り返していたこと。失敗した欠陥品は放棄されたのだが、彼は死んでいなかった。失敗作2号は巨竜の腹の中に飲み込まれ、竜と共に雪山に残った。何年も後に神秘的な竜の力によって目覚めるまで、彼は雪山で様々な人を見た。そしてその人々と溶け込む1号のことも2号は思いもしなかった。彼らのような実験品が全ての人の目を完璧に騙せていることを。人々は1号を友人として受け入れ、親しみを込めて彼の名前を呼んでいた。それこそが2号の望んでいたものだった。だからこそ2号は1号に取って代わろうとした。その幸せなものになるために。おいら、なんか急に寒くなってきたぞ。怖い。2号は自身の計画を練った。1号の書籍とノートを盗み、1号が錬金術師から受け継いだ知識を研究した。彼は賢く驚異的なスピードで学んでいった。その後彼は自身の元の顔を変え、1号と完全に同じ姿となる。2号は自身を1号と全く同じ姿にし、さらには3つ目の個体3号を作り出した。はい、3つ目。しかし1号との間には違いがあった。2号は正真正銘の完璧なものになりたかったんだ。そのため彼は自身と3号の首から欠陥の印を消した。僕が思うに印を消したのは無意識の行動だったのかもしれない。彼は完璧なものになりたいと渇望するあまり忘れていたのだろう。
人間とは本来不完全であることで鮮やかな活気を放つということ。2号の計画は綿密なものだった。3号が注意を引き、1号が3号を片付けるのを待つ。そうすれば脅威が去ったと勘違いした1号はきっと隙を見せるだろう。1号が一人になった時こそ2号が動く絶好の機会。1号を排除すれば彼は唯一の存在になれる。彼は知らず知らずのうちに全ての人の記憶に存在する1号に取って代わるだろう。1号の身分、住居、衣服、宝剣、名前、そして友人さえも。しかし人々は知らない。昨日と今日で会ったのが別人だということに。怖いぞ。おいら、もう人を信じるのをやめよう。だが2号の計画が実行される前に、とある特別な見知らぬ者が現れた。2号はその者との接触を試みたが、その者が自分と1号の違いをかすかに感じ取れることに気づく。こっくり。どうしたのかな、怖いのかい。その後は、その見知らぬやつはどうなったんだよ。もちろん2号の計画の一環に加えられた。2号にとって排除すべきものがもう一人増えたことになる。庭にある三つのバラのように、見た目は全く同じだが、三つの中の一つだけが毒のない良質品で、残りの二つが毒のある劣等品。そしてこの世界において、それらの世話をする庭師のみがどれが良質品かを見極めることができる。人々は毒を持つ植物を嫌う。そのため完璧なバラのみが高価で売れるんだ。劣等品は自身に価値がない事実を隠すため、毒で庭師を排除しようとする。2号もそう考えていた。だから暗闇に隠れてじっと待った。もう少しすればチャンスが訪れる。正真正銘の人間になるチャンスが。なんか暗い物語だな。その後はどうなったんだ。2号は成功したのか。おいらもう考えるのも怖いぞ。物語はあくまでも物語だ。本当のことにはならない。2号はこの物語で成功することができなかった。だが雪山では君たちも警戒を怠ってはならない。ドゥリンの力と血肉によって変異したものは同じくレインドットの創造物とも言える。僕と何ら変わりはない。そう言ってくれて嬉しいよ。いいんだ、僕は自分の素性を分かっている。お互いにこのテイワット大陸では異質な存在だ。僕は君の前なら本当の自分を隠す必要はないと思っている。ただ時に錬金術がこのように偉大な学問であることを思うと、どうしようもなく無力に感じる時がある。大地に足を踏み入れる生命の一つとして運命の掌握を渇望し、創造を渇望する我々は一体どれほど傲慢なのだろう。旅人、創造とは傲慢な行いなのだろうか。もし違うのなら、僕たちはなぜ僕たちを支配し創造するものを神と呼ぶのだろう。もし違っていないのなら、僕たちは一体何の資格があって創造者などと主張するのか。別段特別な感覚はなかった。だがたまにこのことを思い出すと少し悲しく感じる。アルベド旅人、
やっぱりここにいたのね。旅人、私たちサイリスさんに言われてきたの。麓の拠点で大事なことがあるから、あんたもそこに行って。ウィンターキャンプもそろそろ終わりを迎えるわ。名目上の教官であってもきちんと配置につかないと。じゃあ行ってくる。アルベド、またな。ああ、行ってくるといい。僕はまだここで用事がある。今回は下山に付き合えない。大丈夫、ここ最近は下山もとても順調だよ。それじゃ準備ができたら出発しましょう。拠点の人たちを待たせたら悪いわ。この人、私から紹介するね。この方はジョセフさんで、ジョエルのお父さんだよ。お父さん、この人がさっき話した旅人さんだよ。僕のためにいろいろ手伝ってくれたんだ。雪だるまも一緒に作ってくれたんだよ。ジョエルから話は聞いたよ。本当にありがとう。そうだな、本当によかった。待てよ、なんでサイリス会長がこっそり涙を流してるんだ。それにパラドもいる。今回はパラドのおかげなの。パラド、自分から話して。あれは天気のいい日だった。俺はなんだか運気が上がりそうな予感がして、自分の理念を信じ危険な場所に向かったんだ。危険な場所にはお宝があると考えたからな。なんだか出だしから妄想じみてるな。だけどグループから離れてまだ少ししか経っていないというのに、うっかり足を踏み外して崖から転がり落ちてしまった。うわ、もしかして俺と山の上で会ったから悪い運が移ったんじゃ。俺は普段なら行かないような場所まで転がった。しかも怪我をしてしまって、自分の運の悪さを嘆いたよ。でもその後、音を聞いて駆けつけてきたジョセフさんに会ったんだ。え？あ、思いもよらない結果に。俺は最初彼をイベントに参加しに来た冒険者協会の人だと思ったんだ。けど話をしていくうちに、彼が多くのことを覚えてないことと自分の名前すら知らないことに気づいた。だけど雪山は寒すぎて、そんな細かいことを考えてる余裕がなかった。だから話は拠点に戻ってからにしようって彼に伝えたんだ。拠点に戻るとジョエルの姿が見えた。ジョエルが彼を見るとまるで凍りついたかのように固まって、それから大声でこう叫んだ。お父さん！と。彼はその時にいろんなことを思い出したらしい。今でもまだ記憶が完全に復活していないが、ジョエルや妻のことは、この二人だけは絶対に忘れはしない。お父さん。ジョエル、お父さんはここだよ。ジョセフさん、本当に他のことを思い出せないのか？イノシシプリンセス、それと雪山で餌をあげたキツネたち。すまない、その他は覚えがない。頭に怪我を負ったせいかもしれない。だがそれすらもわからない。私が目を覚ました時、体中血まみれだった。荷物もなくしてしまい、身分を証明するものもない。仕方なく洞窟に入り、落ち着いてゆっくりと怪我が治るのを待ったよ。足の怪我が良くなってからは狩りの本能を頼りに生き延びてきた。お父さん、本当に心配したんだよ。大丈夫だジョエル、泣くな。お父さんはもうどこにも行かない。ずっとお前のそばにいる。よかったな、本当によかった。そういえば俺は山でベネットに会ってから運が悪くなったんだ。それは俺も分かってる。はあ、俺は本当に。いや、そうじゃなくて、俺が言いたいのは、それがなかったらこんな広い雪山の中でジョセフさんに会えなかったって言ってるんだ。それに俺たちは無事に帰ってこれただろ。だから自分を責めないでくれ。運も極限まで悪くなれば
奇跡を引き起こすかもしれないってことだよ。パラド。お前ってやつはいつからそんな口が上手になったんだ。え、そうかな。本当のことを言っただけだけど。あ、そうだ。僕、旅人のお兄さんとサイレスおじさん、それからエウラお姉ちゃんとアンバお姉ちゃんにお礼を言わなきゃ。僕と一緒にいてくれてありがとう。僕、みんなといた時間をずっと大切にする。でも雪だるまは雪山を離れたら溶けちゃうよね。連れていけない。残念だな。それなら私に方法があるわ。ちょっと待ってて。え、エウルは？これでよし。ジュエル、これを受け取って。これは献氷の粉よ。これを君の雪だるまに加えれば永遠に溶けることはないわ。はあ、本当すごいよ。エウルアお姉ちゃん本当にすごい。お父さん、僕溶けない雪だるまを手に入れたよ。やったー。本当に皆さんにはどう感謝を伝えればいいか。皆さん本当にありがとう。お父さん、一緒に雪だるまを運ぼうよ。今すぐ。ああ、いいよ。それでは皆さん、私はジョエルに付き添います。また今度。よかったよかった。俺とパラドも冒険途中の規律問題について話し合ってくる。え、サイリス会長、俺は手柄を立てたから今回は見逃して。みんな、じゃあな。そうだ、君とアンバーにもこれを作ったから受け取ってちょうだい。冬の記念品と思って取っておくといいわ。本当にいいの？これってエウルアにとってとても重要なものなんでしょ？アンバー、こんな時はそんなこと言わないの。わあ、これでオイラたちの雪だるまも溶けないな。やったぜ。遠慮しないで。それときちんと保管しておきなさいよ。それじゃあ私とアンバーはまだ処理することがあるから先に失礼するわ。おう、またな。行っちゃったな。なんだかみんなやることがあるみたいだ。あ、そういえばオイラたちこんなに長く雪山にいたのに、果物をジュースにして新鮮なままにできる装置をアルベドに作ってもらうのを忘れてた。うーん、やっぱりティマイオスに何とかしてもらうか。あいつはお人よしだからな。ティマイオス。旅人にパイモン、どうしたんだ？ちょっと待って、その何かを企んでるような表情。まさかまだあのおかしな要求のことを考えてるんじゃないだろうね。ティマイオス、オイラたちを手伝ってくれるよな。旅人がいらないって言ってるんだからいらないだろう。だってそれ本当におかしなものなんだぞ。いやだ、あれがないとオイラの夕暮れの実がダメになっちゃうぞ。でもこんなものを研究する時間があったら君のために10回は果物を取れるよ。どんなものを研究するんだい？また会ったね。アルベド先生、ちょうどいいところに。果物をジュースにできて、かつ果物を新鮮な状態で保てる機械が欲しいと言われまして。そんなものを。すごく重要なことなんだ。これが発明できたらもう果物が腐るのを心配しなくてもいいんだぞ。そんなのありえないって。果物をジュースに変えるのは難しくないが、新鮮さを保つのが難点だ。果物を腐らせないようにするだけなら方法はいくつもある。そうだろ、旅人。首？どうしたんだい？僕の首に何かあるのかい？その表情、
まるで僕が悪質ないたずらでもしたかのようだね。アルベド、さっき言った果物を腐らせないようにする方法ってなんだ？例えば果物を雪山にある溶けない雪の中に埋める。それじゃ食べられないじゃないか。雪山に住むといい。いやいや、おいら寒いのが苦手で。もしくは果物を僕に渡して僕が雪山に持っていく。だけど君は寒がりだから他の人に果物を取りに来てもらうしかない。どうやら君がやってあげるしかないようだ、旅人。それだったらなんだかいけそうな気がする。じゃあそうしようぜ。果物を雪山に埋めれば確かに日持ちするようになる。だが発芽して木になる可能性もないとは言えない。もしかすると今度君が来た時はその夕暮れの実が果樹園になっているかもしれない。それらの木に水や肥料を与え、実がなれば新しい夕暮れの実を手に入れられる。嫌だぞ。それだと木を育てることになるから、まるでオイラたち庭師みたいじゃないか。本末転倒だ。そうかい。僕は庭師になるのも悪くないと思うが。アルベド、なんでオイラの超甘い夕暮れの実を狙ってるんだよ。おや、そんなに気になるのかい。もちろんだ。あれはせっかく見つけたすっごくすっごく甘い夕暮れの実なんだぞ。お前に渡すもんか。ふん、ただの夕暮れの実じゃないか。君は果物をたくさん持っていないからそのようなことを気にしてしまうんだ。もし懐にたくさん持っていて心が満たされていれば簡単にそのような感情に陥ることはない。え、そうなのか。